ラウダ航空のボーイング737から700、ラウダ航空のボーイング737から800、ラウダ航空とはかつて存在したオーストリアの航空会社である。ウィーン国際空港をハブ空港とし、そこからヨーロッパ、北、アフリカ、カリブ海と東南アジアへバカンスを過ごす観光客のための航空路線を運航していた。オーストリア航空グループ並びにスターアライアンスに、 属していたが、日本では往年の F1 名ドライバーであるニキラウダが創業したことで有名である。ラウダ航空はニキラウダによって1979年4月に創業された。1985年にチャーター便の運航を開始し、1987年には定期航空路を開設し、1989年にはバンコク経由でシドニーとメルボルンに向かう。 長距離路線の運行を始めた。このように、ラウダ航空の経営は成功していたが、1991年に自社のボーイング767型機がタイで墜落する事故が起きた。事故の発生からしばらくして、ラウダ航空の経営状態は一旦持ち直したが、その後に投資で失敗するなどしたために経営権をオーストリアのフラッグキャリアであるオーストリア航空に譲渡した。 その後2005年に定期航空路線がオーストリア航空に合併され、ボーイング777といったワイドボディ機をオーストリア航空本体に移管し、オーストリアンマイホリデイとの商標を使用することとなった。現在ではエアバス A320 といったナローボディ機でチャーター便を運航している。ラウダ航空の機体には著名人の名が使用されており、 ボーイング737から800には、ジョージ・ハリスン、エアバス A322 は、レイ・チャールズといったようなシップネームがあるという、ありがとうございます。